名古屋宣伝したいなと思います。掘り出し物を見つけることができるんじゃないかなと思いますね。皆様こんにちは。今日もね CF ネッツ毎日配信チャンネル、ご覧いただきましてありがとうございます。CF ネッツ名古屋支社浜田康之でございます。今日のですね毎日配信はですね、皆さん不動産投資の話ばっかりだと思うんですけども、もう聞き飽きたよというかもしれないんですけども、やっぱり今日も不動産投資のねお話かなと思うんですね。だけど今日はですね、浜田がやる配信はせっかく浜田がやるんやから名古屋をですねちょっと宣伝したいなと思います。名古屋って名古屋の人たちは名古屋のことをね大いなる田舎って言ってます。だけど名古屋の近郊の人たちは名古屋のことを都会って言います。まあだけど名古屋は実はですね都会です。だけど東京大阪横浜には、人口的にはかなり負けておりますね。だけど、そんな中にもですね不動産でですね財をおなしてるオーナー様もねたくさんいらっしゃいます。で、名古屋でね投資するメリット、地元の人たちは、投資というよりも地主さんたちはですね、資産価値みたいな形でですね持ってることにステータスみたいな形でですね、俗に言う東山線というね、まあ名古屋のニュースなんかでは地下鉄はですね、長男次男三男四男みたいなね言い方があるんですけども、長男が東山線、次男が名城線で、三男が桜通線だったり鶴舞線だったりとこういう形なんですね。逆にその名古屋県外の方はですね、やはり今は名古屋駅がですねすごく暑いので、名古屋が中心っていう形で、その近辺はすごく賃貸事業としていいだろうっていうような感じなんですけども、実はですねやはり名古屋はですね最終的には今は名古屋駅にですね集中しているのは、例えば岐阜からの方や一宮市の方や岡崎市の方や豊橋市の方や、まあ、豊橋の方はあまり来ないかもしれないんですけどもね、名古屋駅がメインで行動される方多いんですけども、名古屋周辺の住んでらっしゃる地下鉄を利用される方っていうのはやはり一番のメインはね、栄中心、今また若者なんかですと栄の隣の大須、そのあたりがですね、やはり賑やかなエリアでございます。でまた今栄方面もですね、ビルの開発がどんどん、進んでおりましてですね、名古屋といえば中日のね、中日ビルで、名古屋といえば100メーター道路の大須で、名古屋といえばテレビ塔ね、そういったところがねどんどん綺麗になっていっておりますので、やはりですねその周辺にアクセスがいいところがですね、賃貸需要もですねすごく高いとなっております。で過去にはですね、転勤がですね家族で転勤する方が非常に、多い、ね、時期ございました。本当30年ぐらい前ですかね、その時はですね、名東区というですね区なんかはですねもうバスを使って、地下鉄とバスを使ってですね広いスペースで家賃が、まあ、手頃でですね 3LDK で10万前後でね借りれたエリア、それでも名古屋駅栄名古屋駅にですね電車とバスを使っても50分で通勤できるというですね、そういう賃貸需要がねすごい潤った時期があります。そしてまた学生さんがですねたくさん来るエリアも東山線の沿線とか、あと鶴舞線の沿線とか非常に多かったです。で今はですね、転勤家族で転勤の方もね非常に減っておりますし、どちらかというと転勤の方もね単身の方が多かったり、するんですね。
で学生さんも非常に減ってましてですね、賃貸はですね、やはり社会人の方、やはりワンルームとか 1LDK とかね、いう物件がね、投資としてはやっぱり向いてるんじゃないかなと。だから最近ね、建ってるやつは、やはり単身向けが多いんですね。ですけども、名古屋はですね、もう名古屋支社をね、オープンさせていただいた時は、まあ、大体21から25平米ぐらい目線だったんですけども、今はですね、28から30平米強ぐらいの物件で、その30平米のなんちゃって 1LDK みたいなね、形の物件が非常に増えてきております。そして投資としてですね、向いてるエリアっていうのはですね、皆さん名古屋の方たちは欲しいエリアは東山線のですね、よく言う花崗山とかですね、先ほど申し上げた名東区とかですね、その辺なんですけども、投資に向いてる物件っていうのはですね、意外とその東山線の名古屋駅から西側に行ったところがですね、価格が安く家賃もですね、東山線のその地価の高いですねところと一部屋5、6000円ぐらいしかですね、賃料相場が変わらないという状況なので、投資に向いているのは名古屋駅から西側のエリアだったりですね、あとはちょっと高いんですけども金山という方面のエリアだったりですね。でだけど今弊社で管理させていただいている物件でですね、意外とですね、空室が少なくて住んでいるのがですね、栄にですね、一本でアクセスできるですね、大曽根駅とかですね、まあ金山駅から一本離れたところのですね、アパートがですね、非常に調子よく運営させていただいております。ご紹介させていただいた時はね、空室率 8% ぐらいだったんですけども、でシミュレーションやらせていただいたんですけどもね、実はね 5% も見なくてもいいぐらい、だいたい空室期間も1ヶ月ぐらいでね決まっていくエリアがありますので、またその大曽根駅から一駅離れてですね、庄内川という川を挟んだ向こう側のところもですね、非常に安くてですね、家賃もどうでしょう、21平米ロフト付きでですね、5万円ぐらいなんですけども、空室の期間も少なく、空室もあまり出なく、なんでかって言いますとですね、駅も近くて駐車場の価格も安いと、6000円とか7000円ぐらいでね、駐車場も借りれちゃうというようなエリア。まあ、名古屋はですね、意外とその郊外に行って家賃が安いところでもですね、駐車場まで借りたいという方が非常に多いんですね。実はね、皆さんお金持ちなんだなというね、やっぱり車持ってるとね、維持管理大変ですからね、そういった感じでですね、ちょっと離れたスペースのところで安く買えて利回りが合うような物件であれば買ってもよしかな。さらに、駐車場が安くて、近くに駐車場が借りれるようなところ、敷地になくても大丈夫だと思います。しっかりと借りれるようなところっていうのをね、選んで買っていけば意外と掘り出し物を見つけることができるんじゃないかなと思いますね、名古屋の不動産投資としては。ただし初めて、不動産投資をされる方は、安全性の高い都内から買える方はね、やられるのがいいんじゃないかなと。2つ目3つ目と増やしていきたい方は、名古屋をですね買っていくのがいいんじゃないかなと。まあ人員さんとかね、そういう方は別ですけども、新しく不動産投資をやっているっていう方はですね、一発目はできることなら都内の方が安心ではあるかなと。名古屋にいて、こんなこと言うのもなんですけども、名古屋は、うまく経費を使うためのね、ものとしては安心できるエリアではないかなと思います。まあ、ちょっと余談になりましたけども、名古屋のね、不動産投資のエリア相場を、まあ、分かりづらかったかもしれないんですけども、ちょっとご紹介させていただきました。詳しくはですね、
個別相談のご予約をいただいて、不動産投資をこれから始めようと思う方ね、ここのエリアがいいのかどうなのかっていうようなね相談をですね、買っていいのかどうなのかっていう相談をですね、個別相談をね、受けていただいて、一緒に不動産投資を進めて、いければいいなと、思いますので、ぜひ、名古屋支社お問い合わせ、いただければなと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いいねボタンと登録よろしくお願いいたします。